えっとね、女性の織り物の匂いがひどくなったりだとかして、え困る病気の一つでね、細菌性膣症っていうのがあるんだけど、細菌性膣症は性病なんですかどうなんですかっていうお問い合わせは非常に多いです。で、ね、これある種性病でもあるし、ある種性病じゃなかったりもすることがあります。というのはねえ、性感染症っていうのがそもそも相手がいて、で、相手との粘膜の接触でなってしまうっていうのは定義だとすると、えー この細菌性質に関しては、指入れだけでもなってしまったりすることがあるし、そもそも性行為をしなくて、自分の調子が悪くてなってしまうっていうこともあります。なので、まあ、ある意味性感染症でもなるし、指入れとかそういう粘膜を返さないことで雑菌が増えてしまうこともあるし、あとは自分の体調が悪い時、疲れている時、ご飯食べていない時とか、あんま眠れてない時などになってしまうということがあるのです。なので、まあ、いろんな風なことがあるよっていう意味で、性感染症関連疾患って いうような言い方をいたします。以上です。